こんにちは。おはようございます。こんばんは。はとくまです。今日も世界中のフィットネスを皆さんと一緒に共有していこうと思うんだけれども、ということで、ここね、私の仕事部屋でございます。だから、この辺にマイクとかさ、これ仕事のパソコンとか置いてあるんですけど、まあ今日は、これも久々だよね。この辺にね、この動画はプロモーションを含みますって書いてあると思います。案件じゃないんだよ。一つ言わせていただきたい案件ではありません。はとくまですね。ついに、スポンサーが、つきました。ありがとうございます。毎月ね、固定でお金がもらえるという類のスポンサーではありませんが、スポンサーがつきました。サプリメント会社のね。これは、飲みたい時に、サプリもらえるのかなって。ちょっとそこまだ確認してないんですけど、ついにスポンサーがつきましたっていう今日は動画でございます。で、一応この後ね、まあ、このずっとね、ハトクマの実態をさ、見せててもさ、つまらないじゃないですか。なので、いつものね、感じでサプリの紹介とかをしたいなと思うんですけれども、実際にもらったサプリとかもあるから、まあそういうのを、まあ率直な感想、飲んだ感想、食べた感想、言っていきたいなというふうに思っております。ということで、まずはハトクマチャンネルの登録から何卒よろしくお願いいたします。で、まあ早速、どこのサプリメント会社から、ネイチャーキャン。はい。最近めっちゃ露出してるよね。ブログ、インスタ、ツイッター、YouTube。ジンさん、シンさん、アナボリさん、いろんな方が紹介されてますし、2019年かなに、もともとマイプロテイン、めっちゃ有名だよね。あそこの CEO だった人が作ってるサプリ会社らしいです。で、めっちゃね、健康とかサステナブルとか、そういうのをね、優先してる、ところらしい。正直、まあ、一個後で話そうか。値段はね、ちょっと高いんですけど、もらったサプリ紹介しますね。まずこれ、アシュワガンダっていうのと、ロディオラ・ロゼアエキス。これ両方ともハーブ系らしいんですけど、なんかね、体力回復とか、体力増加とか、あとはストレスを和らげるとか、EAA もいただきまして、これレモンアイスティー味。これしかないかな。これもいただきました。で、これ1杯でタンパク質 11g 取れて、まあ、アミノ酸も取れますよというやつですね。で、これはね、ちょっと他のところよりは高いかもしれない。でもまあ、ビーガン対応とかね、本当になんか多分、その素材そこにすごいお金をかけてるのかなっていう気がしてます。はい。だからまあちょっと高いのもしょうがないのかなって思うんだけど、結構その、最近さ、ビーガンの人とかも増えてるじゃないですか。そういう人たちに結構向けたね、商品がめっちゃ多かった。ハトクマは全くビーガンとは無関係っていうか真逆みたいな人間なんだけど、でもね、うまい。あとね、2個もらったから紹介します。これ抹茶のクッキーですね。プロテインクッキー。で、これ1個で、タンパク質がね、19、脂質7の炭水化物23ぐらい取れますと。だから、軽食にはね、いいんじゃないかなって思います。味とか食感は、めちゃくちゃプロテインクッキーって感じ。すごいなんか、粘っこくて、一押ししたいです。プロテイン。プロテイン。これはね、トロピカル味って書いてあるんですけど、これ1キロです。1キロで、だいたい、セールしてない素の値段が8000円なの。だから高いです。普通に買う、なんかオプチマムとか、ああいうところと比べると多分、高いんですよ。高いんだけど、うまい。めっちゃうまいです。で、まあ人工甘味料使ってないの？使ってるわ。栄養素がね、結構良くて、これ1食分で、タンパク質25。めっちゃいいよね。で、脂肪と炭水化物が 0.2 とか3です。だから、減量中、減量末期でも全然飲めちゃう。全然飲めちゃうプロテインです。で、こんだけ炭水化物とか少ないとさ、めっちゃ味薄くて、まずいんじゃねって思うかもしれないじゃないですか。めっちゃうまい。これはマジでね、うまかったです。今回もらった商品で多分一番うまかったし、プロテインの中でも結構上位に入るレベルでうまい。はい、ということで、まあ、最後はですね、このネイチャーキャンフィットネスのホームページを見ながらね、簡単に喋って終わろうかなと思うんですが、まあ、なんでこのタイミングでね、そもそもこの動画出したのって話なんですけど、まあ、スポンサーがつきましたっていうね、ご報告も兼ねてっていうのが一つ。もう一つが、明日からなんとね、キャンペーン、セールやるらしい。だから安くね、サプリが買えます。って言ったらね、もう今からなんかセールみたいなことやってて、やってんじゃんみたいな思ったんですけれども、こっからさらに安くなるかはね、わからないんですが、まあ、月末といえば皆さんね、サプリをさ、まあ、買い替える時期じゃないですかということで、ぜひね、買ってみてほしいんですよと。で、まあ、こんな感じで商品はめっちゃね、いっぱいあります。ビーガンのプロテインとかね、あるんだよ。だから本当になんか、人の体をめっちゃ気遣ってるサプリ会社って感じ。このさっき紹介したアシュワガンダとかね、EAA とか。だから、なんか、ハトクマとか、まあ、トレーニングしてる人がね、このクレアチンとかさ、馴染みあるやつもあるんだけど、この、
アシュワガンダもそうだし、このチャコールとかさ、このセンソリルアシュワガンダとかさ、何それみたいなやつもね、結構多かったです。で、これさっき紹介したプロテインとか、プロテインクッキーとか。で、このビーガン。ビーガンとかも本当押しててさ、まあ、ね、すごいよね。ビーガンプロテインもそうだし、このあとグラスフェッドホエイプロテイン。これ何みたいなのもあるんですけど、この G ホワイトとかさ、すごい歯医者とかにありそうなやつとか、まあ、いろんなね、サプリがあります。でも、ハトクマがこの中で一番推したいのはね、まあ、このプロテイン、シェイカー付きのこのセットもね、いいんじゃないかなって思うけど、まあ、このね、プロテインですね、プロテイン。プロテイン系はね、どこ行った？これだ。マジでね、おすすめです。高いから勧めてるわけじゃなくて、マジでうまい。本当に水で割って飲んでても、なんかね、他のプロテインより飲みやすい。で、水にめっちゃ溶けます。コロコロいらない。シェーカー普通に振ったらね、めっちゃ溶ける。で、まあ、サラサラっとしてて飲みやすいし、で、栄養素がさ、もうタンパク質以外ほぼないじゃん。だ減量中でもさ、ガバガバ飲めるじゃん。っていうね、普通のなんかプロテインで美味しいやつとかってさ、なんか炭水化物がちょっと多かったり、脂質が高かったりするのも、あるじゃないですか。それがほぼないから、マジで減量してる選手とかにも優しい、プロテインなんじゃないかなって思うんで、このプロテインはね、マジでいいなって思いました。ミルクとかで割ったらね、本当に美味しいと思う。ジュースとかだと思うんだよね。あとなんかフルーツ入れて朝スムージーにしても、これめっちゃ合うと思うし、オートミールとかになんかこうやる人いるじゃん。なんかそれとかにしてもね、めっちゃ美味しいと思うんだよね。で、このトロピカル味以外にも、なんかベリーと、あと、オレンジマンゴーかな、なんかそんなやつもあります。アップルマンゴーかちょっと忘れちゃったんですけど、まあ、そんな感じでね、めっちゃいい、味のねプロテインなので、まあ、これはねマジでね一回試してみてほしいです。はい、美味しくなかったらごめんなさいって言います。はい、ということで、まあハトクマコードがあるんですよ。コードが、いや、それ何のコードかっていうと 15% ねオフになるんだって。すごくない？そのコードを入れるだけで魔法のコードだよ。 15% オフになるダメだ。はい、 15% オフになるコードがあります。ハトクマ0128というね、0128はハトクマが1月28日生まれだからなんだけど、これね、使っていただくと 15% オフになって、まあ、ちょっと安く買えますので、セールの価格からさらに 15% オフかな。なので、まあ安く買えますから。まあ使ってね、何があるか。まあその多くは語りませんよ。ハトクマはね、語りませんけど、まあ、安くなりますので、使ってほしいなと思っておりますし、まあ、ぜひ一度ね、試してみていただいてはいかがでしょうかと。女性の方とか、まあ、そのビーガンの方とか、まあ、健康にね、こういろいろ甘味料とかさ、いろんなものを気にしてる方とか、まあ、そういった人たちにはいいんじゃないかなって思います。コスパ重視のね、人はちょっと合わないかもしれないけど、でもプロテインはね、もう何度も言うけど、マジでうまかった。冗談抜きで、まずかったらまずいって言おうと思ったけど、まあ、まずいとは言えないけど、まあ、みたいな、好み選ぶかな、みたいなことを言おうかなって思ったんですけど、本当に美味しいので、ぜひ試していただきたいと思います。ということで、後半は、ページだけだと保たないので、全然関係ない映像を使いました。ごめんなさい。はい、ということで、ハトクマ、スポンサーがつきました。これはね、本当に、くどいように言いますが、もうこうやってつくのも、こういう動画出せるのも、ハトクマが活動できてるのも、まあ、本当に、まあ、ハトクマが動画投稿してるからっちゃしてるからなんだけど、まあ、それを見ていただかないとね、進まないと。その皆様がいるからこそ本当にね、できてることなので、いつも本当にありがとうございます。これからも応援いただければと思うんですが、もうコメントもね、全部読んでますし、応援コメントとかさ、もう DM とか、もうチャンネル登録してもらえるだけで、もう高評価を押してもらえるだけで、もう視聴ボタンをね、1回でも10回でも100回でも1000回でもね、懸賞円になるぐらい押していただいてでも、もう何でも嬉しいですということで、まあ、これからも頑張るので、よろしくお願いしますと。いうことです。はい。ということで今日の動画はね、ここで終わりたいと思います。明日からはね、筋肉の動画上げますので、たまには許してほしいです。ということで、まあ、明日からね、セールなので、サプリ考えている方はぜひ買ってみてほしいです。ということで、よかったら高評価もよろしくお願いします。コメントもね、ぜひ書いてもらえればと思います。また次回の動画で、それではお会いいたしましょう。バイチャ。